来た足摺岬。こんな格好で来てるからに自殺と勘違いされちゃ困るなと思ったんですけど、観光客が多いのでそんな雰囲気は全くありませんよ。さっきまではものすごい秘境、あんなねジャングルみたいなところをなんだかんだ20分ぐらいはずっとぐるぐる走り回ってたんじゃないかなと思いますけど、来るとねいろいろ土産屋とかお食事どころみたいなのありまして、うまそうだな。これ刺身定食、当然カツオのたたき、カツオ飯丼、それからこれね、なんて読むのか分かんないんですけど、このカツオ節もまたここの名産で、これのソーダ節だかムナダ節だかなんだかが、ここが一番のしっかり用だそうです。四国の真言宗ですよね、第38番って書いてありますけど、あの88箇所を巡られる方がここに行くみたい、なんかちょっとこうデラックスな水も滴るこんな構造がありますね。土佐清水市がさっきも言ったように東京から一番来るのが遠いところだと言われていますが、多分東京から一番遠いのはあの小笠原なんじゃないかなと思うんですけど、小笠原は東京だから除外するってそういう理屈なんでしょうかね。豪津も確かね、あの島根県の豪津も東京から一番遠いところだって言われてるような気がするんですけど、まああのそういうところは結構あちこちにあるということなんですね。四国最南端と書いてあります。正確には最南端ではないらしいんですけど、ほぼ最南端だということで、室戸岬の方もね、あの徳島県の最南端、あっちも高知県か、そこそこ室戸岬と足摺岬と岬の名所が2箇所あるんですね。おー、なんかこんなのもあるな、ちょっと何だか分かんないんですけど、なんか解説版みたいなのつけてくれてるといいんですけどね、分からんな。六地蔵様かと思ったらお地蔵様は5名いらっしゃいましたね。出た、この人はジョン万次郎です。あの中浜万次郎っていうのは正式名称らしくて、もう日本史やったのにね、日本史のその名前忘れちゃいましたけど、ジョン万次郎ね、あの足摺岬のこの辺りに住んでいたそうでして、で、まあ、嵐にあってしまって漁の途中ですごい変なところまで、なんか小笠原の遥か南の方まで行かされてしまったんですが、でその後であのアメリカの船がそれを見つけて、あ君ちょっといいやつだから、あの俺が見立ててなんか手伝ってあげようって言って、アメリカ留学をすることになったんだそうですね。でその後英語ペラペラになりまして、ペラペラになったのか分かりませんが英語が話せるようになり、幕府でも大変重要に取り立てられて、でそしてまたこの姿は刀とか刺してないみたいですけど、お侍さんの身分ももらったんだそうです。率直な感想はもうちょっと晴れていると良かったなというものです。やっぱり素晴らしく海が綺麗でして、このように美しい青ですが、やっぱりこれはね、あのもっと空が青くなってくれれば、もっと光が増えれば、この青はその濃さを増すものですから、ちょっとね、やっぱりこれだけこの曇っている状態でも綺麗なんだったらば、もっと晴れた様子を見てみたいとも思います。多分ね、もうちょっと改善してくるんじゃないかなと思うんですけど、また後で来ましょうかね。お昼ご飯か何か食べて1時間少々ここに滞在する余裕がありますから、バス停からここまであのすぐ目と鼻の先ですんでね。上の海の上の島、これ目をやってみると釣りをしている人がいます。あそこまでどうやって行ったのかは私にはよく分かりませんが、あそこにもいるし、こっちでも、そのまた向こうでも、それからこっちの小さな岩の上でも、皆さん何か釣れるんでしょうね。結構熱心な方たちなんだろうなと思います。なんか申し訳ないね、足摺岬って言うとあの自殺の名所みたいなイメージがあったんですが、あのなんか昔ね、足摺岬にあのちょっと待て、もう一度よく考え直せみたいな、そういう看板があったらしいんですね。でなんかそれのせいであの私もそのイメージだったんですけど、結構人がいっぱい来るし、観光地っていう雰囲気だし、あのそれからなんですか、人もまあ人もいっぱいっていうか、なんてあとはね、こういう風にこう整備されてますんでね、あの与那国島のあの断崖みたいなところの方がよほど怖くて、なんかそれに近いような感じがするかな。いや別に与那国島で自殺しろっていうんじゃないんですけど、あの人の温かみを感じますよ。まあ、今日はあいにくちょっと天気はね、天気というかあの冬ですんで寒いわけですけど、それに茂みを乗り越えて結構頑張ってギリギリまで行ってね、飛び降りなきゃいけませんので、そう簡単に自殺なんてできないんじゃないですか。あの東尋坊って前に確か皆さんにご覧に入れたことあったと思うんですけど、あそこはね本当にこの岩の柱状節理のギリギリのところまで行けますんで、なかなかちょっと怖いんですけど、ここはあんまそういうギリギリの際の際まで行くっていう感じではないですね。ちなみに柱状節理というのはあれのことだと思うんですけど、こうあの浸食などによって、ね、縦長の、岩の形、それが現れるというもので、足摺岬など断崖絶壁のところではよく見られるそうです。これは何かな、なんか白いのがあるんですけど、
雪とかじゃないと思うんですけどね。あ、これはこれただ反射してるだけか。まあ、こんなところで雪なんかそうそう降らないと思ったらね、意外とここまでのバスが通ってきた道中で雪の降るところがあるらしいですよ。しかしすごいな、もう広大一面のジャングルって感じですよね。まあ、ジャングルの木とはまたちょっと違うけど、でも本州とかのね、あの東京周辺で生えてる木ともまた植生がなんかちょっと違うような気がしますよね。つってたら太陽がちょっと出てきて、さっきより海が綺麗になったんじゃない。あー、青さを増しつつあるな。もっと増してくれていいですからね。おー、綺麗綺麗。夏に四国へ来た時はもうとんでもなく暑くてね、灼熱つらいって感じだったんですけど、九州とか四国の暑さってなんか違うような気がするんですよね、東京とかとはね。でもあの冬は普通に寒くなるんだな。この辺やっぱこの4軒かな、どこで食うかな。カツオは昨日食べたわけですけど、あのここはサバも有名らしくてね、清水サバってのがあるのか、それ知らなかった。じゃあそれにしよう。いや、うまかった。この漁師漬け定食とね、それからそれだけじゃなくてね、あの一品料理なんかこんな船みたいな形に入ってましたけど、カツオのたたきも一品料理でお願いしまして、2つ食べました。2つでね2550円しました。お昼ご飯2550円も使っちゃって、ちょっとね贅沢しすぎかなって気もするんですけど、まあでもやっぱりこういうところに来た時はね、あのどっさりお金使って帰るのがいいかなっていうような気がする。まあ、2550円ってどっさりってことでもないんですけど、まあちょっと多く食べたぐらいですけどね。まあ、でもあのやっぱあちこちでこうお土産物とか売ってて、お店もそんなにいっぱいはないわけですよね。でお客さんもものすごくいっぱい来るわけじゃない、まあまあ来ますけどね。だからまああのある程度やっぱ美味しいものをね、いいものを売ってるんだったら、そういうところではこう財布の紐を緩めるっていうのもいいかなと思います。まあ、今がシーズンじゃないからお客さんがそんなにいないっていうのもあるとは思うんですけど、でも超めちゃくちゃ繁盛してるわけでもないと思うんで、めんどくさい、もうやめちゃおうってなっちゃったらね、そうするとあのここで美味しいもの食べられなくなって困りますから、食べさせてくれる分のお礼としてちょっと多く食べていくということです。でもお礼とか言ったらね、ただお前勝手に来て勝手に飯食ってるだけで、なんでそんな上から目線なんだって気もするんでね、ちょっとここら辺にしておきたいと思いますけど、次のバスは13時12分発、これで中村まで帰りますが、そうするとね、もう3時前なんですね、帰るのはね。だからやっぱ中村から往復5時間、そしてさらに、中村からですね、今日は宇和島まで行って、その後松山まで行くんですが、松山まであの今からね最短ルート最速で行ったとしても、松山がね8時半とかだったかな、夜の8時半ですよ。 まだ1時だっていうのにね、あの今から公共交通で行くと松山までそんだけかかる。まあしょうがないですね、それは。でもな、道後温泉も久しぶりに行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと行けなさそうですね。明日もちょっと朝が早いんですよ、残念ですが。まあそれは仕方ありません。その代わりに足摺岬、いいところに来ることができました。であのなかなかねいいものを食べて出していただいたんで、じっくり味わいまして、もう一度岬に行くということはやめてしまいました。そしてまた結局太陽も出てきませんでしたからね。しかしね、四国ってのはもうちょっとあったかいとこだと思ってたんですけど、全然そんなことないですよね。いや多分多少あったかいんだろうと思う。ここ最近ね冷え込んでるみたいです、全国的に。今ちょうどお日様が出てきて温まってますが、東京出てくる時にねマフラーつけて、こんなマフラーいらねえよな置いてったんだけど、あの下にヒートテックを、分厚いねヒートテックを着てたんですね。でヒートテックもいらないだろうけど、でもちょっとこれもう脱ぐのめんどくさいしなと思って、そのまま家を出発した。これがね効きましたよ。いやよかった、それのおかげで今なんとかなってます。手は寒いんですけど、このなんていうの、この辺胴体とか足とかそういうところは全然寒くありませんけどね。今日の気温はもうなんか一桁5度とかな、そんぐらいらしいですから。よし、バスが帰ってきた。これでもう一度中村まで1時間30分、同じ運転手さんでした。バスの運転手さんが親切でね、これあのいつでもやってることじゃないんでしょうけど、
途中のところで今少し運行の時間に余裕があるからということで止めて降りてみてもいいですよとおっしゃいました。いやー本当に嬉しいことです。さっきよりも随分綺麗になったな。足摺岬だけじゃないんですね。車でのドライブも楽しそうです。どうもありがとうございます。同じ運転手さんに都合3時間お世話になりまして、今中村の駅に帰ってきました。今日の朝出発してから、しかも乗りで出発してから、本当はね、スクモに行こうと思ってたのに5時間の遅れを取りましたが、まあ十分価値のある遅れになったかなと思います。地形はこんな感じになっています。これ四国のね、あの一番右下、左下が左下のところですけれど、現在地がどこだ、これか、この中村で、ここからこう海の方へ来て、こうこうこのようにこうこう行って、それで足摺岬までですが、実はこっちをこうこのように、あ、ごめんなさい、映ってなかったか、こうこう行って、こっちからこうこうこうぐるっと回っていっていたんですね。あの直線距離で30キロぐらいなんですけど、多分片道40キロぐらいはあるのかな。時期によってはクジラなどがいることもあるようです。まず中村に来たんだったらね、中村さんに写真撮って送らないといかんな。中村さんは来たことあんのかな。あの人はあるかもしれないな。今写真撮ってきましたけどね、でもやっぱ駅とかね、それから路線バスとか見てると、お遍路さんの利用がすごい多いんですよね。やっぱそのお遍路さんの存在ってのは、四国で多少はそういう地方交通の活性化に役に立ってるんじゃないのかなという気はするんですが、どうなんでしょうか。まあ活性化って言ってもたかが知れてるとは思うんですけど、土佐クロッシュ鉄道もお金ないはずですからね。なんかちょっと買い物でもしていくか。でもね、特に重要な問題として、買うものっていうのはそんなにはないんですよね。もうさっきお腹いっぱいになっちゃったし、お土産とかもね、まだまだ旅は長いし、これから金沢にも行くんですよ、東京帰ってその足で。意味わかんないでしょ。だからあんまりちょっと物は増やしたくないっていうのもあるしね。ネクタイとかそういうのが売ってるとね、そんな邪魔にもならなくていいんですけど、もういっそのこと募金箱でも備えておいてくれれば、そこにこうお金入れていくってこともできると思うんですけどね。やっぱこういうところっていうのは、いや、なんで今回こんなことを特に言ってるのかっていうと、バースデー切符という JR 四国のグリーン車乗り放題の切符で来てるんですけど、安すぎるんで逆に申し訳が立たなくなってくるんですよね。あ、こういうのやっぱあるんですね。土佐クロッシュ鉄道は今から乗る鉄道で、高知西南交通っていうのは私がさっき乗ったバス会社だと思いますが、サポーターズクラブ、この辺りの交通を支援しようという人たちが、お金をこう出そう、そういうクラブですよね。結構あちこちでそういうのをやってるところはあります。さっき訪れた土佐清水市はこんな感じで、これさっき上から見下ろしたところだと思うんですけど、これは足摺岬か、違うか、これ違います、足摺ではないけど、あの辺は海岸はなんか昔ながらの地層とかね、独特の地形とかそういったものがたくさん見られるということで、ジオパーク構想って書いてあります。山陰海岸ジオパークとかね、それから東野のところもジオパークになってましたけど、そういうやつに登録するという構想があるそうです。中村では乗り換えの時間が40分ぐらいありました。そして30分列車に乗って、スクモでもまた40分ぐらいあります。田舎の交通機関を利用すると大体こんな感じになることが多いですが、その間旅行者だったらね、別に待ち時間を暇つぶしてりゃいいけれど、毎日利用してるような人だとね、毎日40分待ちとかするのかって、ちょっと嫌でしょうね。それはさすがにキハ120みたいだな。こういうところのね、学生が掘るこの落書きを見ると大体程度が分かるもんです。ナチョスって書いてあるな。寂しいとかなんとかそんなことばっかりしか言ってませんけどね。でも途中の駅から大勢乗り込んできてね、子供たちとお母さんたちかな、多分みんなで出かけてたんでしょうね。列車はそれから随分にぎわって、そして今スクモに着いたところです。スクモって初めて来た時はね、聞いた時は変な名前だなって思いましたけど、変な名前なんてそこら中にありますんでね、宿る系と書いてスクモ。ここから九州の臼杵までバスじゃないや、船も出ているそうです。ここに泊まっているこのバスは、さっき私がバスを乗り換えたなんとかプラザとか行くところまでのね、そのバスでして、結構だからスクモと、それから中村と、それからさっきの清水の3カ所で、この辺り大きな町3つって感じでしょうかね。ちょうど反対側の列車が出ていくみたい。
ベスト電機、向こうにはゲオ、ファミリーマート、彼方にはローソン、いろいろありますけど、でもなんかね、買い物でもしようかなと思ったんですけど、特にいるものはないんですよね。お腹も減ってないしな、さっきあれなんだ、サプリ食べたからまだお腹いっぱいですしね。あ、ちなみにこの動画どこまでやるのかというと、宇和島に着くまではやります。ベスト電機でスイッチでも買ってスマブラやるか。そして任天堂スイッチはさすがに売ってなかったみたいなんですけど、ゲーム機って売ってないんですね、こういうところでね。知らなかった。まあ別にそんなに本気で買うつもりなかったからそれはいいんだけど、中で電動歯ブラシみたいなの売っててね、私歯磨きがあんまり上手じゃありませんのでね、ちゃんとやってはいるんですけどうまくいかないところがあるから、だからちょっとそういうものを買おうかなと中に入って見てたらね、おおと思ったんですけど、充電式のやつしかなかったからね。私みたいな旅行者には電池式のやつの方が好都合なわけですけど、充電式しかないから結局買いませんでした。本当旅行ばっかりしてるから、普段のなんていうの、生活みたいなのはないんですよね。だからこういうところで、その旅行先のすごいとんでもない地方とか行った時にでも、あるところでじゃあちょっとなんかいるものあるか入ってみるかみたいなことをやるわけですよね。まあ別に全然そのおかしいことではないような気はするんですけど、別にふざけてやってるんじゃなくてね、割とこれ動画のネタとかじゃなくて、たまにはちょっと見てみるかなんてノリで入るっていうことはね、あるんですよ実は。意外とあっちのゲオに行ったら任天堂スイッチは売ってんのかな。結局入ったら売ってたから買ってしまった。なんか2万7000円ぐらいしてましたけどね。まあグリーン車ずいぶん安く乗らせてもらってますから、こんぐらい買い物するのはいいんですけど、どうしようかなこれ。ちょっとセビロチャンネルで考えるか。いや一応買ったからね、遊ぼうかなと久しぶりにやりたくなったんですよね。でも買ってから思ったけど、ゲームで遊ぶ時間なんかないよな。ゲーム実況とかに使えるかなと思ってそれで最初買ったんですけど、でもよく考えたら任天堂ってね、勝手に実況しちゃいけないはずなんですよね確か。だから本当どうしようこれ。今調べたらもう全然スクモとか関係なくて申し訳ないんですけど、任天堂のねゲーム実況みたいなのがちゃんとこうルールに従っていれば収益化してやっていいですよっていう風にね、ここにこう書いてあるんですね。ガイドラインはちゃんと守ってくださいねって書いてあるけど、だからよしやろう、松山に着いたら任天堂スイッチで遊ぶぞ。いやー久しぶりにねゲームで遊びたいと思ってたんですけど、もう忙しいからね、もう ほんと申し訳ないですけど、仕事じゃお金にならないことなんかできないんですよ、何も。普段の生活でゲームとかね、新しく出てようやく買えるようになったのに、もう今だったらゲームだってまあ好きなように買えるのに、遊ぶことができないっていうね、一番これ辛いですよ。金持ってても使えないんだから、使えないっていうか、使って遊ぶ時間がうわーと。いや遊びながら久々にゲームやるのも、いや動画作ってお金儲けるのもいいですかね。そんで暗くなりかけたこの時間に来ました、宇和島行きのバス。高速道路を走るのかな。いや違いそうだな。私を含めて乗客は6人のようです。着いた。本当に久しぶりに来たな。宇和島自動車って書いてありますけど、宇和島運輸となんか同じマークがついてたような気がする。気のせいかな。まあ何でもいいですが、久々に来たな。本当に2時間かかりました。やっぱ四国の南左下ってどうなってるかやっぱ分かんないもんですけど、こんなに移動に時間がかかるんですね。今日はねバスに正味路線バスに5時間も揺られましたよ。あこんなにでも地方の路線バスって早いんだな。久々にその速さも実感しました。道がいいのかなと思ったんです。そういうわけでもないんですよね。道もねなんかその凸凹になってる、まあ それはお金ないからしょうがないんですけど、道が凸凹になっててね、それでこうわっちゃわっちゃわっちゃとこう揺られながら、車酔いする人にはきつそうだなと、さっきも同じ感想を言った気がしますが、そういうバスで2時間、やっぱ結構運転するのも大変でしょうね。はい、すいません。こんな感じでですね、ちょっと視聴者の皆さん、なんかびっくりしたことなんですけど、今ね視聴者の方でちょうどご旅行中でまた会った方がいらっしゃるんですが、私と同じ、全く同じ、まあ、今着てるやつは違いますけど、春物のコートを着てらっしゃる方がいらっしゃったんでね、あ同じだと、ちょっと触らせてもらっていいですか。やっぱり一緒でした、ありがとうございますよし、じゃあホテルにもチェックインしたんで、この動画はここまでとしまして、今からまた出発です。宇和島で鯛めしを食べます。でもちょっと早いかな、動画1本撮ってからにするか。ご視聴ありがとうございました。